ハロー YouTube!、えー、今日はですね、オープン a i 社において、えー、クーデターが起こりましてですね、サム・アルトマン CEO が解任、えー、されましたが、えー、またそれが元サヤに戻る復帰をするというふうなあことになっていることに関してですね、解説をしたいと思います。今回のですね、オープン a i の取締役会でですね、えー 彼をその追放するという、ま、首謀者になったのは、イーヤーサツキバーさんというですね、ま、同社のチーフサイエンティストということで、どちらかというとですね、その研究者の方ですね。え、彼がですね、え、どちらかというとその、ま、ビジネスよりでゴリゴリ、その、え、AGI、つまり汎用人工知能,知能ですね、え、汎用人工知能を実現させるにあたって、ゴリゴリ、え、ま、ビジネスの資金もですね、 ガガンガンマイクロソフトをはじめとする資金もですね投入してやっていこうというまあどちらかというとそっちの方向のサマー・アルトマン氏に対してもっと慎重になろうよと、えー、もっともっとですね、えーまあ、要は何ていうのかな、まあ、例えば核兵器作った時みたいにですね、えー、とんでもない、えーまあ、倫理的にはちょっと許されないような実験とか 実際に広島長崎に原爆を落としててもですね、実用化させるというようなことをやってしまった、パンドラの箱を開けてしまった、こういったことへの反省がおそらくあって、汎用人工知能が人間の脅威にならないように慎重に開発すべきだと。えー、そちらでまあ溝ができてですね、それで会員に至ったわけですけれども、 えー、まあ、外部の役員、そして、えー、その、サツキバーさん、えー、こちらの方がですね、賛成多数で、えー、アルトマン氏を解任したというのが今回の、まず最初の解任騒動なんですが、まあ、その後ですね、えー、ま、いろいろな動きがありまして、マイクロソフトが彼をですね、雇用すると、えー、そして、えー、アルトマン氏の、えー、解任に反対する署名がですね、 えー、700数十人いる、ーまあ、オー、プ OpenAI のスタッフのほとんどがですね、サラ、サム・アルトマン氏のですね、解任に反対するという、うまあ、署名をしたことによって、もう大量にですね、その、もう大半の研究者が OpenAI 社を去って、マイクロソフトに移籍するんじゃないかと。えー、そういう事態になって、結局その、まあ、みんなその、さつき氏はですね、自分の思想に従ってですね、 えー、まあ、慎重派が大本を占めるんじゃないかというふうに思っていたのが、あ蓋を開けてみたらですね、アルトマン氏の、えー、求心力にですね、えー、まあ、従ってしまったと。 まあ、やっぱ研究者として、その AGI、汎用人工知能の、まあ、もうすでにですね、チャット、えー、GPT-4,GPT-4 の段階でかなりその汎用人工知能に近いものにはなっていると思いますけれども、こちら、これからですね、ブラッシュアップをして消費電力を大幅に下げたりとかですね、いろんなことをしなければいけないわけですけれども、えー、そういったことをですね、えー、やっていく、そう、技術的な好奇心、こういったものに対してはですね、お金を入れなければいけないし、 ビジネス寄りのことをしなければいけないし、実現に向かって最短距離で行きたいというふうに思う人たちが多かったということですね。えー、ということで、えー、まあ、あの、私もですね、詳しいその出資関係みたいなものまでは調べてなかったんで、今回の件で、えー、まあ、調べましたが、 えー、まあ、つまり、あのー、まあ、なんか取締役会とかって言っちゃってるんで、なんか、なんかピンとこないと思いますけれども、オープン AI そのもの、まあ、その本体ですね、そのライツを所有している法人はですね、非営利法人であって、まあ、日本でいうところの NPO みたいなもんですね。で、えー、まあ、そこに、まあ、基本的には寄付金という形で、えー、まあ、だから日本の NPO 法人だったら、まあ、理事がいて、えー、 代表理事がいてみたいな感じになると思うんですけれども、まあそこで、えー、解任もさせられる。賛成多数で解任させられると。で、特定の株主は、まあ株主がまずいないと。え、いう、まあその辺も NPO 法人と一緒ですね。だから株主がいないので、基本的には寄付金で、えー、賄われてると、えー。寄付金だったりとか、 えー、その何かの収入ですね。ライセンスフィーとか、そういったところでまわれているというふうに考えるといいと思います。マイクロソフト、まあ、最初のそこの資金の出した実はイーロン・マスク氏だったんですけれども、まあ、イーロン・マスク氏もどちらかというと、その汎用人工知能が人間の脅威になるんじゃないかと考える派だったので、おそらくアルトマン氏と合わなかった、えー、仲違いをしてしまったんだと思いますが、 えー、まあそういった、まあ今でもそういった発言ね、イーロン・マスク氏は、あの AI の脅威に対して、えー、まあ発言をすることが多いわけですけれども、えー、そういうような中でですね、えー、とはいえ金が必要だと、えー、イーロン・マスクもいなくなったし、えー、巨額の開発資金がかかるということで、マイクロソフトどうやって、ま、まあマイクロソフトみたいな会社をどうやって巻き込むのかということでですね、その OpenAI の、えー、参加にある持ち株会社が、 え、過半数を、まあ、保有する、え、会社にですね、マイクロソフトが49%出資をして、え、まあ、あの、1兆円を超えるようなですね、資金をですね、マイクロソフトが提示をした、提示というか、注入していたと。で、まあ、この会社っていうのもですね、最終的なその完成した、 えー、オープン AI、えー、a i の AGI、えー、汎用人工知能をライセンスすることはできなくて、まあ、それまでの、まあ、つなぎの GPT-4 とか、そういったもののライセンス収入。まあ、これもですね、ある一定の利益を超えるとですね、えー、全部オープン a i のその NPO みたいなところにですね、吸い上げられる仕組みになっていたんですが、それでも Microsoft はこの、 え、テクノロジーが、でリードしたいということで、出資をしてたわけですけれども、今回の騒動で、実はマイクロソフトがかかってんのかなと思ったら、全然そんなことはなくてですね、マイクロソフトは何も知らされていなかったし、まあ知らされる権利もなかった。えー、まあ寝耳に水だったと思うんですけれども、だったらアルトマンをうちで採用するよって話になったのはそういうことですね。そしたらアルトマンみんな俺についてくるよということで、マイクロソフトにみんなが行ったらもう、 もっとゴリゴリの営利企業なんで、ええー、その、サツキバさんがクーデターした意味もなくなってしまうっていうことになったわけですよね。ということで、結局元サヤに戻った方が、まあ、サツキバ氏も多分、こっちの方がマシなんじゃないかと。まだ、あの、アルトマンショグリップ、多少はグリップできるという話になったのだと、今回の件で確信いたしましたということで、まあ、 うん。あのー、まあ、オープンエア医ある程度、その企業からも独立した形で、えー、今後もですね、その外部役員3名と、どうですかね、そのサツキさんが残るのか残らないのか。まあ、ここもまた一つの問題点になな、は、まあ、なってくるとは思うんですけれども、まあ、今後もですね、この汎用人工知能の進化、続くと思います。もう、本当に初期のものっていうのはもう本当に、あの、できていると思いますし、あのー、 実際のその現実世界とのですね、えー、結びつきだったりとか、まあ、もともとね、大規模言語モデルというのはですね、アテンションっていうのをですね、その文章の中にヒントがあるっていうような形になってるわけですけれども、 え、現実世界どこにアテンションを持ってくるのかみたいなのを探すのもなかなか難しい状況にあるので、え、こういったところの、ま、ポジティブフィード、フィードバックだったり、あと、その、LLM の弱点としてですね、その、あの、別の方向のこう、 ちょっと間違ったことをどんどん増幅していってしまう。だから大きな間違いの、あの、嘘の答えを出したりとかすることもあると思うんですけれども、そういったところのですね、まあ、遂行的なあ、まあ、ポジティブフィードバックみたいな機能とかですね、マルチモーダル、えー、こういったものも、まあ、あと学習データをですね、よりですね、えー、英米圏だけではなくて、日本語とか中国語とか、そういったところにも広げていかなければいけないし、あのー、まあ、 画像映像の識別というか、そういったところの理解。こういったものもですね、マルチボーダル化の中でですね、できていっておりますが、こういったところもですね、よりブラッシュアップしていかなければいけないし、学習データも増やしていかなければいけないと。そうなってくるとですね、やっぱ GPU、そういったところだけでやってるとなかなか難しいので、AI 開発に特化したチップを作ったりとか、こういったところにもなってくると思います。あのー、 まあ、マイクロソフトはね、あの、コードへの、あの、ソースコードへのアクセス権っていうのは、あの、出資のですね、見返りとしてもらってますので、マイクロソフトはマイクロソフトでですね、えー、オープン AI とは,は独立してですね、いろんなことをやろうとしてる部分もあります。えー、こういった形でですね、業界全体が、あまあ、もともとね、Google のトランスフォーマーから始まった、えー、LLM ですけれども、えー、まさにですね、言語を喋るという、 レベルではですね、本当にあの、十分な性能をですね、えー、もう本当人間に匹敵するようなですね、性能を上げられているのも事実なので、あの、今後のですね、まあ、アルトマン氏が復帰したということで、オープン AI の快進撃はですね、当分まだ続くんじゃないかなと私は、えー、予測しておりますということで、今日はオープン AI のクーデターについて解説しました。いってらっしゃい。シャイのシャイ。ドコモ、AU、ソフトバンク、 どこでもつながるポリエの Wi-Fi! タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながるポリエの Wi-Fi! ポリエの Wi-Fi でいってらっしゃいポリエ文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。え皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでメールマガジン入ってみてください。月額880円、いってらっしゃい インターステラテクノロジーズでは、えー、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。